チャオ、こんにちは。今日もパスタ作りの時間がやってまいりました。今回はコラトゥーラを使った南イタリアアマルフィ海岸のスパゲッティを再現したいと思います。さっぱりしていながらコラトゥーラの旨味を存分に味わえるパスタになりました。ではご視聴よろしくお願いします。
今日はスペインのカバです。いただきます。さあ、今日作ったアマルフィ海岸のねパスタいかがですかね。このパスタは火を加えないパスタなんですよ。生温かい冷製パスタみたいな感じかな。コラトゥーラが効いてると思います。いただきます。コラトゥーラオっていうのはアマルフィ海岸のチターラっていう村で作られていて、まあその村とその近辺ぐらいでしか作られてないんですよ。なんで、まあ、年間でできる本数もすごい限られていてね、とても希少な液体になります。まあアンチョビのエキスみたいなもんですね。でそれとレモンとニンニクだけのパスタというわけで、大体1人大さじ 1.5 杯ぐらいができるかなと思いますね。大変美味しいです。美味しかった。大変美味しゅうございました。まあコラトゥーラのパスタってあんまり出す店ないかもしれないですね、日本では。でも料理人だったら誰でもみんな多分このコラトゥーラの美味しさは分かると思うんで、まあこの味がもうちょっとねいろんな日本人の人に伝わるといいなと思います。一応使ってるコラトゥーラの情報とか、あと使ってる機材とか音とかいろんなものを概要欄に載せてますんで、もし気になったら見てみてください。じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。またあの動画でまたお目にかかりましょう。ではでは、チャオチャオ、チベディアモ。